そうなります。アルセーゼメカニックのシチです。入山です。メルセデスベンツの C204 のクーペ、うちのチャンネルではセダンとこのワゴン、今回クーペ、これ で C63 もやったし、これでボディバリエーションは全制覇。カブリオレは、カブリオレないのこの頃は。あ、ないんや。205からの C のカブリオレは。セダンとワゴンは205になっとる、本当に最後の204のクーペ。取り残されとるやん。そう逆に言えばよ、全部が最終型やで。エンジンも、エンジンも205から変わるで。そうなんや。この271エボエンジンも最後の、一番調子いい、まずはちょっと事前にね、下回りもうピカピカすぎて動画撮ったじゃん。撮った。それをちょっと見ていただこうかなと思います。というわけで車回りです。すごくない？ここら辺とか、わかるかな。この質感新品やん。10年落ちだよ。10年前だよ、ね、この車。多少若干のサビがあったりはするけど、そんなん全然、こんなんサビ、新車の方がひどい時あるし、このここら辺のさ、こういうとこの純正の新車の時のサビ止めの感じとかもさ、このオルタネーターとかの色とかさ、どれだ、この奥の、あ、すごない？あ、これはすごい。めっちゃ綺麗やん、これ。ここのモケモケもめっちゃ綺麗。モケモケも綺麗。マフラーも。美しいね。でしょうね。輝いとんね。ここだけやね。あ、こんなん、全然まださ、ボルトの形があるだけ、マシよ。うん、もういないんだから、もう一体化してんだから、大体で、サビがあるというか、ここに表面がに若干ね、すごっ、この奥とか、これスターターね、これセルモーターで、こいつがエアポンプっていう、綺麗やね。こんな感じ。マフラーがもう新品ね、ここら辺の。うわー、パネルも。色が綺麗。黒。だいたいもうグレーというか、白っぽくね。なる。白っぽくなって、まだらな感じになってさ。で、この、何？コンパニオンプレートとか、いろんなまあ呼び方あるんやけど、うん、このプロペラシャフトとデフトをつなぐゴムの板。うん、こんなに綺麗な。このドライブシャフトとかデフもさ、うん、若干ここら辺サビ出とるけどさ、うん、こんなもん全然問題ないというか、確かに誤差の範囲ぐらい。ここも綺麗やね。すごいなこれな、うん、マフラーがここまで腐ってないというか、本当に前のオーナーさんありがとうございますって。ちょっとまだサビがあったりとかさ、うん、あるけど、これはもう今から綺麗にして、サビの目また塗って、まあ、ほぼやることないと思うな、この車。本当にタイムスリップしたみたいな。ね。このさ、マフラーの、ステーの部分の輝きとかさ、こんなんシルバーの、ガサガサシルバーになってる。これ映り込んどるもんね。すごいよ。劣化が全く見られん車。うん。もったいないね。うん。これはね、大事に乗ってくれる人に乗ってもらいたいな、やっぱ。うん、こんだけ綺麗な車は。走行距離はまだ1万7000キロ、8000キロぐらい。うん。うん。で、おそらくワンオーナー。ちゃんと点検整備されております。延長ケアも入っとるもんで、1万キロしか走ってない時に、プラグエアクリーも変わっとるし、うん、バッテリー、メインバッテリー、サブバッテリーも変わっとる、うんうん、っていう、もう
何にもすることないんじゃないかっていうぐらいの、そのまま収めれるんじゃないかぐらい、うんうん、バリッと仕上がった、はい、車です。前回りはね、もうね、本当に全く一緒です。こう真正面から見て、うん、204のセダンワゴンと違う場所って屋根の高さが違うかなっていう。だからワゴンセダンに比べると、正面から見ると窓ガラスがギュッてなって見えるかな。わからん。そう、そんな感じで、バイキセノンヘッドライトに LED のポジション、ここが LED のウィンカーで LED のデイライト。もうね、ここら辺の網網の日焼けもほぼないし、うん、すごくね、程度いいです。おー、全然違うよね、横は。あ、ちなみにね、ホイールベースは一緒、ホイールからホイールのね、間の長さは一緒。ただ、全長はクーペの方が長い。これはね、なんでやろう。バンパーがちょっとずつ長いんかなとかって思ったり。あ、5センチぐらい長いね、このぐらい。ほんと。誤差の範囲やけどね、これも。というわけで、ね、クーペの違いはね、このホイールだね。これクーペ専用。セダンワゴンは、あれとはちょっとデザイン違うけど、あんな感じの5本スポークがつくね。1,2,3,4,5,6,7本かな。1,2,3,4,5,6,7超綺麗じゃない。綺麗だね。洗っただけよ、めちゃくちゃ水弾いとったしね。うん、もうコーティングもいらねえんじゃねえかぐらい弾いとったね。で、これが C の180のクーペになるんだけど、 AMG ラインドア長いね。長いね。長いね、ドアが。しかないしね。セダン、ワゴンとの違いがもう一個あって、うん、横にメッキモールがついてない。おーおーおおちょうどね、ワゴンこれで。これね。このワゴンも、うん、新車かと思った選手権は、うん、出れるぐらいの実力を持っとるけど、こいつ多分優勝する。だってもう、このワゴンで10年落ちでしょ？こっち9年落ちでしょ？うん、9年経っとるとは思えんぐらいの。確かに。ね、全部交換したのぐらい綺麗ってね。そう。前と後ろでまたタイヤのホイールのサイズも違って、前が225/4018、後ろが255/3518っていうサイズで。で、この255のサイズは、うん、ここにフェンダーモールがつきます。あれも同じサイズ。ワゴンも。だから、後ろにフェンダーモールついてる。ほんとや。って感じでね、かなりね、角度が、ここ角度全然違うの。多分ワゴンと比べるとすごいよくわかると思う。うん、かなりちょい丸い寝てん。逆にセダンワゴンを見比べとるから、うん、ちょっと違和感あるぐらい屋根が低いよね。低いね。ね。そのもう後ろもちょこちょこ乗るし、やっぱ居住性欲しいって人はセダンワゴンがやっぱ、うん、そんな乗せても1年に1回あるかないかかなぐらいやったらクーペの方が僕は楽しいと思う。あ、ただ一つデメリットとして、うん、まあの低いから乗り降りがちょっとしにくいっていうのもあるけど、うん、やっぱりこのドアの長さが長すぎてこれ開けるとこんな この後ろから見た時にこんな長いから、これって結構な感覚よ。後ろも屋根低すぎて、屋根が低すぎてちょっと違和感がある。のっぺーって感じかな。ここがなんか高い気がするよね。屋根が低いから。なるほどね。もうここら辺がね、程度の良さをね。あ、シールたちね。新品じゃん。本当やね。うちのシールでもズタボロなのに。そうなの。
うちの車たちはここら辺を見ていただきたいの、マジで。本当にみんな新車みたいなシールになってるから。C180 の4気筒なんで、うん、マフラーは1本だし。インテア。片方。というわけで、外装編はこんな感じでさらっと。はい。もうね、それぞれのバンパーだったり、サイドステップだったりは全くデザイン一緒なんで、うんうん、詳しくは、まあ、セダンワゴンの動画も見ていただいて、はい、気になる方は、ぜひ。トランクはね、基本もう同じです。同じです。なんかそこまで、ここのガラスまで開くかと思った。ああ、このガバッとね、うん、パラメーラとかって、そう、開かないの。ここのレバーでね、ここだ、倒せる。真ん中のトランクスルー機能はないです。あの長い棒みたいな。そうそう、こんな感じで。おお、結構なもん詰めるよ、倒せば。確かに、うん、間口がちょっと狭めやで、うん、ちょっと工夫はいるけど、でちゃんとここでね、もう引っ掛けれるようになると。まだスペアタイヤの世代です。そう、タイヤでいいよね。スペアタイヤと非常灯ね、うん、救急箱、うんうん、でここにサブバッテリーがいます。うんうん、そんな感じ、シンプル、うんうん、これまずじゃあ後ろのシートから。これクーペとクーペだけ専用のシートでつながってんの、ヘッドレストが。一応このスイッチでさ、上下はできるんだけど、うん、一体型、銀色のレバーがある。これを倒すと電動で前まで進んでる。おー、いいんだ、かわいい。で、乗り込みます。こんな感じです。がっつり当たってます。なんならちょっとこう、背中を、ま、丸めて、いい感じ。えい。という感じで。いた。これちょっとね、僕は座高が高いね、足が短いんで、ここね、当たっちゃう。あー、なんか結構、ここあ、でもさ、一応ね、へこませてくれとるやん。そう、へこませてくれとるのけど、優しい。もうちょい、もうちょい欲しい。これちょっと、これで長距離は僕には修行やな。あー、足はどう？足は全然いいよ。ここの、ここがえぐれとるで、あ、そこもえぐれとるんや。まだ全然余裕あるもん。拳1個縦に入る余裕あるから、うん。でね、ここにスピーカーがついてですね。うんうん、一応ここにね、ハンガーというか、ハンガーかけると。なんか後ろのシートの真ん中がやっぱクーペ感がなんか。そう、4人乗りだから真ん中は座れない。ね、あともう一個物申したいことがある。はい、なぜアームレストがないのか。むしろ、これ欲しいなって。なんでないの？ね。あればいいのにね。確かに。で、この謎のスペース。何で、こっちのこれは、ここにカップホルダーはある。ここは何を置くのか。蓋もないし。でも、うん、見て。アイソフィックスちゃんとついてるから。チャイルドシート。チャイルドシートつけれるよ。いやー。乗せ下ろしは結構しんどいと思う。お母さん頑張れって感じになる。確かに。腰ってなんなるよね。きっとね。10キロ以上ある、こう、中腰で抱えてこうやって。確かに。何の筋トレですかみたいなね。でも、ちゃんと後ろの人のことも考えられて、こう、エアコンの吹き出し口が。うん、てよ。結構快適かな。小柄な人であれば、中学生とか高校生ぐらいまで、高校生やともでかいかなぐらいのお子様やったりとか、このでもね、何、秘密基地感じゃないけど、なんか囲まれとる、包まれとる感はね、好きな人は好きやと思うし。逆にでも、こちらが許可しん限り、そちらは降りれんでなんか。降りれん。うん、ちょっと小狭いけど、まあまあ、割り切って2プラス2として、二人乗り完全ツーシーターの SLK とかだとさ、どう頑張っても三人は乗れんから、四、うんうん、人。確かに。なんか送ってってとか送ってかなかんとかさ、なった時にもうどうしようもないから、じゃあ助手席の膝の上でみたいになっちゃう。そういう時にはやっぱ後ろあった方が安心だよね、ぐらいの非常用の席かな。うんうん、
普段は荷物とか、例えば旅行とか行ったら、ここに荷物を置いて、お土産を置いてとか、いう使い方で、緊急用で人も乗れるよっていうぐらいの感じで思っていただければなと思います。はい。降りたいですか？すげえ悪い顔しとる。前行くぞ、前。よいしょ。はい。前回りです。前回りはね、でもね、ほぼ一緒。うん、うん、まあダッシュボードとかも全く一緒だし、うんうん、ただ寝とるからピラーがおー、ここが近い。なるほどね。うん、すごい近い気がする。こうやって一番下げても結構近いというか、屋根が低い感じがあるね。でこれもクーペ特有なのかな、このパネル、うん、このグレードでシルバーのステンレス風みたいなパネルがつくのも一個特徴かな。これウッドが多いやんね、セダンワゴンだと。うちのも黒いウッドだし。ほうほうほう。あと特筆すべきはこのコンビのレザー、うんうん、これレザーって言ってもフェイクレザー合皮なんだけど、うんうん、合皮とこのジャージ生地のコンビのシートでもシートヒーターがついてると。おー、珍しい。そういうで、うんうん、贅沢装備っていうの、うんうん、そういうのはやっぱクーペだからこそかな。確かに贅沢な車だからこそ、うんうん、そういう装備を求められることがやっぱ多い、うんうん、多いから標準でついてたりとかする、うんうん、もうねキンキンに冷えておりますし、まだエアコンリフレッシュやってないのも確かに必要ないんじゃないかぐらい、うん、でもハンドル周りも全く一緒 でこのシフトがこっから生えとるから、うん、こっち側にも何もなくて、うんうん、ウィンカーとワイパーのコンビスイッチとこっちが ディスロニックのスイッチで、うんうん、ここにハンドルのスイッチって感じ。シス更新もしてあるのよ。へえ。普通してないの？だいたい新車のまま、このぐらいの頃は。最近のやつはタダで3年間とか4年間つくから、うんうん、してあるのが多いけど、だいたいしてない。2014年とかって。お金かかんの？かかる。3万ぐらいだったかな、2万か3万ぐらい。高ー、うん、しょうがないよね。地図データ買っとるわけやし、メーカーも。ここにカップホルダーあるのも一緒、うん、ここの灰皿も一緒。灰皿で、ここに USB と、メディアインターフェースのコネクターがあってっていう。ここも全く一緒。ここは全く一緒。 ETC と室内灯とこうエアコンね、これね、うんうん、冷えるやつね。風が出てるのがお分かりいただける。おお、ちょっと冷やされる。なんでやろうね。ジュースなんかの配慮なんやろうね。 ETC 暑いよみたいな。かもしれない。走行距離がまだ1万7000キロです。もう全部が新車のようやもんね、本当に。というわけでね、こんな感じで見ていただきました。はーい。特には屋根がちょっと低くてドアが長いっていうとこ以外はもう204と一緒、うんうん、で204のクーペの特徴はサッシュレスじゃない、窓枠があるドア。はい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 、ここに枠がある、うん、普通クーペとかってないのが多い。あの窓ちょっとういって探るやつ、ね、そう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 。ここまでそのこの三角だけあって、うんうん、あとスーっていうか。確かに。そう、これがね、あのやっぱりあるとドアが重たくなる。すげえドア重たい、この車。そうなんや。そうそう。ただまあそれはもうしょうがない、合成的な部分なのかどういう風なのかわかんないけど、差別化かもしれんし、うん、同じこの204ベースの207っていう E クラスクーペだとサッシュレス、うんうんうん、で後ろの窓も開けれたり、うんうん、そういうところの差別化を図っとるのかもしれんね。どちらかというとラグジュアリーよりもスポーツに振ったのがこの C クラスのクーペ、うん、ラグジュアリーが欲しい人は E クラスクーペ買いましょうみたいな、そんな差別化、住み分けがあるかもしれない、うんうん、そんな感じですね。はい、はい、というわけでエンジンルーム行きますか。エンジンルームです。新車です。
ありがとうございます。綺麗やな。ピカピカ、本当に。本当綺麗。これが最終の M271 EVO 4気筒ターボエンジンですね。1800cc。これが C180 だから156馬力とかかな。でも割とトルクフルで意外に乗りやすいエンジンです。というわけで最後までご覧いただきありがとうございました。新車かと思った選手権優勝の C180 クーペでした。はい。またね、チャンネル登録、高評価、コメントも励みになります。お待ちしております。お願いします。というわけで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。